アヤ、そろそろ絵が描きたい。まあそうだね。お姉がこんな何日も絵を描いてなかったのなんて珍しいし。というわけで、我慢ならないので今日は絵を描きます。片付けとか終わってないのは後回しにしよう。レン君の部屋に置く食器とか買いに行かなくていいの？それはそれでとても楽しみだけど、今日は無理、我慢できない。オッケー、それじゃああの部屋で準備しよっか。レン君も一緒でいいんだよね？逆に私たちの部屋テレビないもんね。テレビなくてもスマホあればいいやって思ってたんだけど、 DVD を見れないの割と困るよね。してます。んにょー、すごい、割と距離近いのに兄弟喧嘩にしか見えない。だってテレビあるし DVD いっぱいあるし、ご飯出てくるし、レン君いるし、ベッドすごい落ち着くし、絶好のロケーションでは、夢の部屋では。お姉の言うことは全部わかる、わかるけど、わかるからこそもうちょっとでいいからオブラートに包もう。いい子だからね。ん？なんで？レン君が私たちの部屋に来ればいいのに。私もレン君が来るのは、片付けた後で遊びに来るくらいなら別にいいけど、さすがにお互いプライベートは必要でしょ。いや、私だっていつでもいいわけじゃないし、勝手にも行かないよ。だけど行くよって連絡した後なら別によくない？まあ連絡あればいいか。あ、いや、レン君じゃなかったら絶対嫌だからね。お邪魔しまーす。こっちは用意できたよ。よし、そんじゃ行こう行こう。割と真面目に頑張りましたから。というか、レン君来てからやればよかったって後からめっちゃ思ったけどね。ほんとほんと、自分たちの部屋の片付けを先にやればレン君に手伝ってもらえたのにねーって。そうだよ、私かアヤの背がレン君より高かったらこんな文句言わなかったけど、悲しいくらいにその辺同じだもんね。菅野先輩とかくらい背があればって思ったけど、レン君よりちょっと低いくらい？菅野先輩か。背も高いし手足も長いし綺麗だし、モデルやってくれないかな。聞くだけ聞いてみたら？ただモチーフとしては菅野先輩の方が綺麗だけど、造形的にはアン先輩の方が気になる。変な意味じゃなくて好奇心としてだけど。わかる。なんていうかすごいよね。私たちより背が低いのに間違いなく一番大きいもんね。バランス気になる。こうでしょ？こう。うん、多分それで面倒なことが多いだろうなとは思うけど、それはそれとして一回見てみたいし書いてもみたいね、レン君。
私たちはお互いでその辺やってるけど、さすがに蓮くんが相手でも、よし、じゃあモデルやるねとは言えないな。お姉は知らないけど。いや、さすがに私もヌードデッサンは無理だよ。というか水着でも視線が気になって無理だと思うし、すごく照れておとなしくしてられない気がする。だよね、私も逆だったら無理だもん。あ、いや、もう絶対無理だね。わかる。結局デッサンと全然関係ないことばっかり気になって、絵どころじゃなくなりそう。で、今日はどうすんの？何やんの？手が怠けてたから数こなします。すぐに戻るといいな。じゃあそうしよっか。私は久々に蓮くん描いてみたかったんだけど、いいかな？そろそろ終わりにしない？そうだね。無理してもしょうがないし。ああ、手が鈍くなってる。はあ、終わりにしたら一気にお腹すいた。砂糖いっぱいで牛乳も入れて。あ、こっち用のマグカップとかもあった方がいいね。これじゃあ蓮くんのお部屋でご飯食べる用の買いに行くときに、こっちの絵を描く部屋用の買おっか。部屋に行って休むと集中途切れそうなんだよね。こっちのキッチンの方にも休憩用の椅子とかあった方がいいかも。ただこっちにあまり物を置くのも。あ、でも私たちみんな絵しか描かないから、そんな気にしなくてもいいのか。お夕飯どうしよっか。蓮くんはお夕飯どうするつもりだったの？じゃあ一緒に食べに行こう。もう暗いし、男の子一緒の方がいいな。気分的にはラーメン。割と好きな味の店がある。ラーメン、いや、今日はラーメンでいいか。カロリーは気にしない。じゃ、お財布取ってくる。今日はここもう閉めちゃっていいよね。あ、というかおね、鏡見た方がいいよ。顔ちょっとすごい具合悪い感じになってる。うえー、あー、蓮くん、今あんま見ないで。というわけで、お邪魔しまーす。いや、今のうちに鍵渡しとこうと思って。あとね、ちょっと女の子の準備があるし、待ってる間お暇な蓮くんに付き合ってあげようかなーって。
お姉みたいに根詰めてないからね。あと二人が描いてたほうれん草とか卵とかばっかじゃなくて、レン君の顔見てるのは楽しかったし。昔はお互いの顔なんて飽きるくらい描いてたし、照れたりもしなかったのにね。というわけで、はい、これ隣の鍵ね。え、隣と私たちの部屋の鍵だけど。あ、まあまあ、信用の証と言いますか。これちゃんとお姉と話した結果なので。はい、2対1、レン君の負け。というか、私たちが風邪ひいたりとか、ちょっと部屋から持ってきてほしいものがあったりとか、その度にわざわざ渡したり返してもらうの面倒じゃないかなーって。まあまあ、レン君なら変ないたずらもしないだろうし、ちゃんと信じてるからね。別に、むしろ渡さない方がいいんじゃないの？ろくなことにならないよ。そうだね。私がこの間のドラマの続きを見るために来たり、お姉が昼寝に使ったりして入り浸るよ。え、何？もしかして昨日私たちレン君のベッドでずっとドラマ見てたけど、なんかこぼしたりしてた？何その顔は。私は覚えないけど、お姉がなんかやらかしたとか。ああ、それか。なるほど、今納得した。平気な話、昨日帰った後、お姉の服からなんかね、知ってるはずなのに知らない、お姉じゃない匂いがする、なんだこれって思って。うん、自分の枕からなんか知らない匂いがする感じ。まあ、レン君のベッドの匂いか。あ、そっか、お姉昨日も一昨日も転がってたもんね。いや、それはお互い様だと思うけど。というか、昨日の今日だからレン君のベッド、私たちの匂いが染みついたままなんじゃ。わかる、なんかこう気になる。おお、そうそう、これこれ。お待たせ、行こう。ん、あれ、あや寝てるの？レン君の匂いを堪能しておったところだよ、姉上。ああ、その匂いね。なんかこう、眠くなるよね。うん、そうだね。今はご飯。ラーメンを一番食べたいのは、私だから。どうしたの、レン君。ふんふん。もう、お姉はレン君のベッドで眠くなるのか。そうか。
昔はあんなに小さかったレン君も随分大人っぽくなってびっくりしたね。それ向こうも同じことを思ってるんじゃないかな。やっぱそっか、もう私たちも子供じゃないからね。すっかり美人で可愛くスタイルもよく育って、幼なじみとして嬉しかろう。実際にそんなこと言われたら照れるくせに。何のことかな。次回アイキス、おとなしくお姉ちゃんたちの世話を焼いてなさい。レン君、ご飯作って。